皆さんこんばんは。今日は花曇りの空となりました。関東では桜見頃なんですが、ちょっとね雨がパラパラ降り続いている状態です。それでは明日の全国の天気です。明日9日の天気ですが、天気は回復に向かいそうです。沖縄から北海道までお天気は回復、日差しも出てきそうです。ただ関東や北陸、明日も傘があると安心なお天気となりそうです。一日雨が降ったり止んだりしそうですから、雨具はお忘れなくお持ちください。そして今日に比べると暖かさは少しお休み、この時期らしい暖かさに戻りそうです。寒暖差が大きくなりますから、皆さん羽織物でうまく調節してくださいね。明日も素敵な一日になりますように。以上お天気でした。